はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのグリクシスファイアを紹介したいと思います。今回のデッキはダイヤ隊の BO1 ランク戦でさっくりと5勝0敗することができたリストですね。一応 BO3 でも回せるように作っていますが、まあメタの構成上基本的には BO1 用のデッキとなっています。まあこのデッキの特徴は、メインは9種類だけのカードで構成されていて、除去コンとしてラクドスやグルールを狩る構成になっていることですね。基本的にはアグロやアドベンチャーデッキに対してはかなり強くて、逆にシミフラやエスパーコンなんかはきついデッキですね。まあ、BO1 においてはメタの大部分をアグロが占めているということで、完全にメタを読んだ上でのデッキとなっています。フェイから持ってくるサイドカードは基本的には戦争の犠牲で、まあほとんどデッキに対しては犠牲を連打することで勝つことができるので、3枚採用している感じですね。まあ、ライフゲイン要素がザニーナ騎士のみなので、赤弾なんかをもう少し見るのであれば、永遠神の投入なんかを採用してもいいかなと思います。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さてやっていきます。こちら後手、かなり微妙なハンドではありますが、まあ、キープすることはできますね。まあ赤マナを引けなくても最悪ね、フェイをブロッカーとして出すことでなんとか試合はやっていけますが、さあ相手これは青白ランドからということで、まあおそらく、コントロールデッキですね。まあ対コントロールはね結構不要牌も多いので、なんとか不要牌をねいかに引かずにドローしていくことができるかという感じですが、さあ相手これはジェスカイファイヤーか。とりあえずテフェリープラスから、さてこれはどうするかな。まあサイコスの巨人をテフェリーにとりあえず打っとくしかないですかね。まあ次のターン相手が、マイナスは使えないということで、ワンドローだけは阻止させていくと。まあ、ボーラスまでね、そのまま出せるハンドではあるので、なんとかやっていけそうな感じではありますね。さあ相手ここ草案の日からテフェリープラス、追加のクリーチャーがね何もなかったのはだいぶありがたいですが、さて、まあ、これはフェイをプレイしときますかね。まあ、基本的には戦争の犠牲を打てれば勝てるマッチアップなので、このまま6マナまで、耐えることができれば割とやっていけるかなと。さあここはもう、テフェリーのマイナスを使ってくる。さあ相手これ5マナのクリーチャーが出てこないのはだいぶありがたいですね。ボーラス、まあマイナスからでいいか。まあ結局テフェリーも残しておけないクレンズウォーカーなので、まあ一旦アドバンテージは取っておくと。さあ次あたり草案の火を引いていきたいですね。あ、相手これあれか、クレンズウォーカータイプのジェスカイファイアですね。さあこれはお互いに戦争の犠牲を連打する展開になりそうですね。さて、まあボーラスもう一回出してプラスから入っていきますかね。さて、プラスから不要牌を引いていくと。相手も不要牌だらけだからクラニオンは捨てられましたね。なんとか耐えていきたいが、ただまあ牢獄領域はね後々、戦争の犠牲で割ることができるので、まあまあいいかなと。さあ相手はもう手札は残り2枚。ここも何も引かずリリアナからいきますかね。まあフェイに軍団の最後打っても結局手札に戻っていくだけなので、とりあえずプラスからでいいかなと。さて、お、これ戻していかない。相手の手札も結構重要なカードということですかね。さあここはテフェリーをプレイ、トークンをバウンスされてワンドローされていくと。ナーセット、はい、
ナーセットも強いですね。おっと、ここで抽出。次のターンにはだいぶアドバンテージを取られていきますね。ここもフェイか。まあプラスからとりあえず軍団の最後打ってみますかね。これは普通に通りそうな気もしますが、手札に戻すかどうか。ここはそのまま。おお、なるほど。これはまあ巨人出してゴーですかね。全体除去を打ってくれるとありがたいかな。まあフェイはね、後々使っていきたいので、ここは出さなくていいかなと思います。まあただナーセットがいるので、全体除去を打たれてもワンドローしかできないのがちょっとつらみではありますね。さあ、ここはテフェリーをピック。おクラリオンを引いていると。さあ、リレナ2回誘発しますが、ナセットがいるためここはワンドローだけと。そして中傷からの抽出。まあこのカードもね、かなり強いんですが、まあ素案の火を引けていないとだいぶテンポ的にね、きついカードということで、今回は採用してない感じですね。さあ、素案の火をなんとか引けましたね。ということで戦争の犠牲タイム。クリーチャーじゃなくてエンチャント土地プレンズウォーカー。まあとりあえず戦争の犠牲では素案の火を割っておきますかね。プレンズウォーカーランドとナーセットですかね。さて、まあこれでね、相手も結構動きづらくなると思うので、こっからですね。まあこちらの手札にはね、フェイがいるということで、次のターンにはもう一回戦争の犠牲を打っていくことができますね。ここまで来ると、まあこちらの戦争の犠牲が割られない限りだいぶ有利かなと。さあ、剣術でおそらくリニアを殴ってきますが、まあ3点分だけ通ってワンドローもしていけると。まあこのリディアナはね、やっぱドローがついてるのがかなりでかいですね。さて、ということで、まあフェイで OK ですね。から戦争の犠牲を持ってきて、相手のクリーチャーエンチャント、おっと、これさすがに投了と。 OK。 さて、やっていきます。こちら後手、青マナはないですが、まあ割といいハンドではありますね。特に相手がね、アグロデッキであればだいぶいいかなと。さあ、相手黒マナスタート。青マナが引けたのは結構でかいですね。さあ、アグロかコントロールか。お、これはラクドスナイトですね。ドリルビットがなければいいですが、さあどっちから打っていくか。まあ軍団の最後からでいいですかね。相手の反応を見ていきたい。おお、なるほど。まあこれは割と対処していきやすいハンドかなと。はい。まあレギサウルスに対してはワンディスカードさせてから相手のターンに、ザニナキシを打っていく感じでいいかなと。さあ、ディスカードでサイコスの巨人を捨ててくると。さあ、戦闘ステップ入ってからレギサル少女強。こうなるとね、相手はもうだいぶ手札が尽きてる感じなので、まあ、あとはエンバレスの宝剣を、ハンデスで抜くことによってだいぶ、動きやすくなりますね。さあ、ソワの日からとりあえず思考消去でエンバレスを抜いていくと。フェイはまあ現状いらないですかね。どちらかというと、土地が欲しいハンドですね。さあ、とりあえず2点殴って13点まで。
さて、おお、ドリルビットは強い。ここはボーラスを抜いてくると。まあただ現状、ザニア騎士素出しで全然耐えてはいるので、とりあえず素出しだけしてゴーでいいですかね。あ、フェイは打っておきますか。相手がね、多分ザニア騎士で殴ってくるので、一回ブロックで3-1を出させてからサイコスの巨人を打っていく感じで OK ですね。さて、まあ、とりあえず、フェイで戦争の犠牲を持ってきておくと。まあ、土地がね、伸びないと打つことができないのですが、まあ、とりあえず持ってきておいて OK かなと。さて、まあ、相手にね、エンバレスを突破されない限りはだいぶ有利だとは思いますが、さあここは殴ってくる。まあ、相手は、模範を出して一方を取っていきたいはずなので、まあ、その誘いに乗っていった方がいいですね。さあこれで相手の手札は残り1枚だけと。ドブモネ OK。 さて、ということでサイコスの巨人で 3-1 を倒してから 4-3 を出して5で OK ですかね。まあこれで盤面はね完全に止まっているので、あとは土地を引くのを待つだけですね。お、ここ殴ってくる。サイコスの巨人を、あ、サイコスの巨人撃てないか。ん、お、何もなしと。おー、これはもう殴っていきますか。フェイ出して4-3は殴って OK ですね。さあ4点削って残り22点。もう残忍な騎士も出していって OK かなと。完全にね、相手はもう玉切れ状態なので、さすがにここで投了と。 OK。 さてこちら5手、まあ悪くはないハンドですね。相手がまあアグロデッキであればめちゃくちゃ強いハンドではありますが、さあ相手はワンマリガン。お、これは赤系アグロですね。まあ、完全にね、盤面をさばいた後にボーラスが定着することができたらもう一気に勝っていけますね。おお、これはボロスか。ボロスはね、ラクドスとは違ってまた戦い方がね少し変わってきますね。さて、おお、ロックソード、うん、なるほど。まあこれは、1、2の方じゃあ拒っていきますかね。そうか、ロクソドンのこと考えると前のターンに除去っておいた方が良かったですね。まあとりあえず 4-3 出して、まあ相打ちが取れるならロクソドンと相打ちを取っていきたいですね。 2-2 まで殴ってくるということは、まあサイコスの巨人も持ってそうな動きですね。さあとりあえずロクソドンと相打ちからの挑戦者。まあ一旦すすの儀式を打っていきますかね。さあとりあえず 1-2 交換。これでね、このターンに相手が2体ぐらい展開してくれるとだいぶありがたいですね。さあもう1体、お、来ましたね。ということで、あー、どうするかな。先に思考消去でもいいですが、まあ一旦打っておきますか。まあ結局ね、流した後にもう一回展開されるとあれなので、お、マインバレスが抜けたのも結構でかいですね。さて、まあここはタップインからで OK ですね。残忍な騎士も構えなくて OK かなと。
さてここで3マナ以下のクリーチャーを出してくれると、はい、でかいですね。さあこれで次のターンには1、3交換を取っていけると。まあこのターンはねちょっとダメージは食らってしまいますが、とりあえずススの儀式で1、3交換、あとはとりあえずボーラスを定着させるだけですね。さてということでボーラスを置いてプラスから入っていくと。もうここまで来るとねさすがに負け目はないかなと。さあここで尊い騎士、とりあえずもう一回プラス。お、サイコスの巨人も引けたのはでかいですね。相手はねこれもう土地が全部なくなっていくだけなので、ここまで来るとはいさすがに投与と。 OK ほい、ということでいかがだったでしょうか。まあ見てもらった通り、基本的にはね、盤面を制圧させて、ボラスだったりサイコスの巨人だったりで勝っていくデッキですね。まあ冒頭でも話した通り、アグロやアドベンチャーデッキに対してはかなり強いデッキなので、BO1 であれば結構強いデッキかなと思います。まあ実際にね、ダイヤ帯でさっくりと 5-0 できたリストなので、よければ作って遊んでみてください。はい、ということで今回は以上になります。よかったらねチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。それではまたね。